サイクリングサイクリングヤッホーイヤッホー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 ってちょっと、ちょっと自転車どうしたんですか。いや、ヤッホーヤッホー青春サイクリング今のとね、はい、いいでしょ。ここはどうね、自転車、はい、サイクリングロードやから、はい、あの 足ついてますっていうか自転車乗れたんですね。足が長いからついてますけど自転車も乗れます。自転車乗れるんですね。びっくりでした。ちょっと笑いすぎちょっと受けちゃいました。はいはいはい、ごめんなさいね。ここ紹介しなきゃいけない、はい、あ、はい、そうですね、はい、ここは木津と嵐山を結ぶ自転車道ですよ。サイクリングロードです。はい、そうです。ということで私もね、はいはい、あの3ヶ月かけて自転車を乗れるように練習したんですか。いや、乗れるっていうのは最初から乗れるけど、はい、あ、気持ちがいいでしょうね。はい、自転車に乗ってダーッて行ってる人がさっきからいっぱいいましたからね、はい、ここ何キロ全長あるかご存知ですか。木津から嵐山まで、はい、30キロぐらい。もうちょいです。もうちょい。40キロもうちょいです。50キロもうちょっと少ない。45キロ。45キロです。45キロ自転車で行ったら1時間半ぐらいか、はい、どうでしょう。まあとりあえずマラソンで走ったら、うん、マラソン選手が走ったら2時間ちょいぐらいですからね、うん、サイクリングの、まあ、はい、スポーツとで、ね、で行ったらちょうどいいぐらいですかね。はい、短くてもあかんしね。そうですね。ここほぼね信号もないしね。そうそうそう、はい、信号ないから川沿いやから、はいはい、景色もいいしね、空気も美味しいしね。はい、まあまあ大勢のね、はい、自転車の人、スポーツ自転車とか普通の自転車とか、ね、いろんな人が行き来してるけど、はいはい、マナーを守ってね、はい、なんかこう仲良くね、そうですね、やってるっていう感じしますわ、はい、そうですよね。でここあの下何かわかりますか。茶畑ですよね。これハマ茶らしいですよ。ハマ茶。ハマ茶って。ハマ茶っていう名前。あまりそこは詳しく聞かないでください。お茶なんです。お茶なんです。はい。ハマ茶。宇治がもうあっちの方やからね。宇治やからな。ね、天茶を育ててるとかっていう風に言われてるそうですよ。なんか甘みとか渋みとかがね、すごくいいそうです。はい。ね、まあまあそのお茶のね茶畑の向こうには、はい、あのこの間やった流れ橋がね、はい、環境のいいところ。そうですよね。この下が木津川が流れてるんですよね。はいはい、で、桂川と宇治川が重なって淀川に行くんですよね。難しいですね。琵琶湖の水も、ね、この辺の川の水もみんな淀川からね、はい、流れてるんですよね。に行くわけですから、はいはい。さあ。じゃあね、今日の番組をね、はい、その流れに沿ってね、番組スタートって言っといてください、はい、え、どこ行くんですか。これから嵐山に行くんですか。はい、はいはいはい、私がさよなら、はい、まあ、では大前さんは置いといて番組は進めたいと思います。お楽しみに。